プロ野球スピリッツ2019-2020年シーズン版、中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ第2戦、両チームのスターティングラインナップを発表します。先行の福岡ソフトバンクホークス、1番センター周東、背番号23。2番ファースト中村、背番号7。3番ライト柳田、背番号9。4番セカンドグラシアル、背番号27。5番レフトバレンティン、背番号4。6番サード松田、背番号5。7番ショート今宮、背番号6。8番キャッチャー甲斐、背番号19。9番ピッチャー高橋、背番号47。中日ドラゴンズスターティングラインナップ、1番センター大島洋平、背番号8。2番ショート京田陽太、背番号1。3番サード石川高也、背番号2。4番レフト福田信正、背番号55。5番ファーストナヤンビシエド、背番号66。6番セカンド阿部俊樹、背番号5。7番ライト平田良介、背番号6。8番キャッチャー加藤拓磨、背番号52。9番ピッチャー柳裕也、背番号17。以上スターティングラインナップ終了します。それでは試合スタートです。スピリッツドアラチャンネル。名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第2戦です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、日本シリーズ独特の緊張感の中でプレーするというのは一体どんな感じなんですか？リーグの代表でもありますから、負けられないというプレッシャーもあるんですよね。そうですね。またレギュラーシーズンとは違った緊張感の中戦っているんですね。まずはドラゴンズの先発柳が名古屋ドームのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。さあゲームが始まろうとしています。
まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対に塁に出したくないですよね。はい、そうですね。初球は何で来るか。初球から行きました。入れてきました。ノーボールツーストライク。低めの変化球は外れました。打ちました。セカンド取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている中村。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。高め外れてボール。さあ3球目は何か。インローボール。打った。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番の柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。一二塁間を破る。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはグラシアルが入ります。さあ得点圏には先制のランナー。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。まず何を投げてくるか。まず際どいコースをついてきました。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、そういった攻め方。インサイド打った。掴んだ。二塁へ送球。二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。先制のピンチだったんですが、最後はダブルプレイで切り抜けました。そうですね、まあ注文通りのねゲッツーでしたよね。先制のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。赤星さん、こういった短期決戦で序盤に大事なこととは何でしょうか。やはり短期決戦はいかに先制をして優位に試合を運べるかが大事だと思うんですよね。なるほど。さあその大事な先制点どちらに入るんでしょうか。ホークスマウンドに上がるのは先発の高橋。どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは大島。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打球はレフトへ。レフトが取りました。バッターは2番に入っている京田。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。背番号1
マウンド上のピッチャーは高橋、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。バントの構えを見せてきました。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。インコースを落としました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。次が5球目。インコース決まった。フルカウントになっています。外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。一塁牽制、一塁はセーフ。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そうですね。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。赤星さん、これでランナーがいなくなってしまいました。インサイド落ちました。レフトに大きな打球。この当たりはどうか。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは5番バレンティン。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。2球目打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスには6番松田。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。打ちました。セカンド取る。2アウトになりました。バッターは7番に入っている今宮。2アウトランナーありません。この回の柳、4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。初球見送っています。2球目も見送っています。次が3球目。ボールになります。
低め見送っています。ライト方向を流しました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。ヒットでランナーを一塁に置いています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。高めちょっと外れたか。これが4球目、ボールになります。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。福田が打席に入ります。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。インコース詰まりました。中村が抑えています。ワンアウト。打席には5番バッター西江戸。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。ボールになります。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。6番バッター阿部、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球簡単にストライクを取ります。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。切れていきます。ファウル。5球目は何で来るか。見逃して三振になります。2アウトになりました。バッターは7番に入っている平田。2アウトランナー1塁です。
今のは打ちに行かないといけないボールでしたよね。はい、そうですね。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、落ちるボールに手が出ました。いやー、難しいボールを振っちゃいましたね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。はい、2球目は何で来るか。ファウルになります。ツーストライクです。際どいコース外れました。打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って周東。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。際どいコースに送ってストライク。この球は外れています。3球目は何で来るか。高めのボール、高い打球左中間へ。この打球はフライになっています。福田が掴んでツーアウト。打順は2番、中村。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウトコース決まってストライク。内へ低めに変化しました。スライダー外れます。高めはボール。これが5球目。インハイ決まっています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。6球目は何で来るか。痛烈、これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、さあキャッチャーどこに構え。2球目打ちました。これはショートライナー、ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。3
最初は変化球できました。ボールになります。ファウルになります。高めストライクになります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。さあ5球目は何か。打ちました。さあどうだ。外野ヒットになりそうだ。レフト線破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ打席には先発の柳が入ります。ここは自分で決めて勢いをつけたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。バントしました。あっと上げてしまった。掴んでアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わっています。まずはストライクを取りました。体に近いところ。アウトコース、これは見送ってボールです。インコースの変化球見ています。これで3ボール。さあそしてバッターボックスには強打が入っています。さあチャンスが続きます。いい感じでつないでいるのでこのまま先制点を奪っ初球打ち。この打球はフライになっています。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。つなげなかったですね。まあでもチャンスは続いていますからここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には3番の石川が入っています。これはちょっと手が出ません。低め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。アウトコース、これは見送ってボールです。落ちる球を見極めました。これでフルカウント。これが6球目。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制点かと思われたのですが最後は三振に倒れました。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム。3回終了0対0、同点です。回は4回の表ホークスの攻撃。バッターボックスは4番グラシアル。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがピッチャーゴロ、併殺打に終わりました。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。
まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使えますからね、出したくないですよね。打ちました。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには5番バレンティン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球ボール。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、取ってツーアウトです。打席には6番バッター松田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回の柳、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。ストライクになります。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。福田が掴んで3アウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。釣り玉に手が出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃して三振です。ワンアウトです。5番バッタービシエド。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は6番阿部。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。4回終了0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますが、どのようにご覧になってますか。理想的なピッチングでここまで来てますよね。まあここからも低めのコントロールを意識したいですよね。本当にそうですよね。低めのコントロールを軸にこの後も投げてほしいと思います。これが2球目、バットが動きませんでした。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど、そうですか。打ちました。これはどうだ、取りました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。打席には8番バッター甲斐。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが柳、そしてホークスが高橋、この2人の投げ合いとなっています。ファウルになります。アウトコース打ちました。加藤が掴んでツーアウト。ピッ
ッチャーに打順が回って先発の高橋がバッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。打ちました。ショートゴロ。ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか？まあそうですね。ただ今日のピッチャーの調子だとなかなか打つのは難しそうですね。そうですね。それほど今日のピッチャー調子がいいようです。さあ2球目は何か。バットは動きません。よく見ています。ボール先行です。外へのボールは入りません。ストライクが入りません。次が4球目。打った、高く上がった。この当たりはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー2塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。そろそろ先取点欲しいですね。なるほど、そうですね。インサイド打った、ショートの左、抑えた。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあバッターボックスには先発の柳が入っています。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。ファウルボールです。セカンドライナー掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には大島が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。落としてきましたがこれは外れます。左に切れてファウル。ストレート打っていった。これは大きい。ライトの頭上を越えた。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ先に点を取りました。1対0。なおもチャンスが続きます。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあ理想的な形でしたね。ここで先制点が入りました。ここで突き放しておきたいですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の京田が入っています。まずは見送ります。ワンボール。二塁ランナーを気にします。二塁タッチもセーフ。レフトへ、このフライはヒットになりそうだ。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズついに均衡を破りました。5回終わって1対0、ドラゴンズ先制です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、バッテリー狙い通りのダブルプレー、先制のピンチをしのぎます。3回の裏、ランナー1塁2塁のチャンス、最後は落ちるボールで空振り三振。両チーム無得点のまま回が進みます。
そして先ほど5回裏の攻撃、先制のランナーを置いて1番大島、ライトへのタイムリーヒット。ドラゴンズ先手を取ります。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。これから6回ホークスは代打を送ります。バッターは長谷川。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。これが1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。際どいコースに送っています。ボール先行です。インコース決まりました。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。はい、低めストレート、ストライク、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。打った、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあドラゴンズ同点のランナーを背負った場面です。まあこういった場面をしっかりゼロで切り抜けられるかが重要ですからね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の柳、このピンチをどう切り抜けてくるのか。次が2球目、いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。同点のランナーが三塁を回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ホークス追いつきました。1対1、ドラゴンズさらにピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ中途半端な形になってしまいましたよね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックス柳田。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。外、高め決まってストライク。これが3球目、膝元の球にバットが回ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これは変化球、セカンドライナー抑えてアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。ただここからが大事ですからね。ストレート打った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。
さあそしてバッターボックスにはバレンティンが入っています。ここも怖いバッターですからさらに集中が必要でしょうね。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。ここをこのまましのぎきれれば流れが変わるかもしれませんね。なるほど、そうですね。ここはボール球を振らせたいですよね。センターへ持っていった、これは大きいぞ。掴んでスリーアウト。勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。1対1ホークス同点に追いつきました。6回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。森が2番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。バッターは石川。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は空振り三振に倒れています。ドラゴンズ同点で迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。2球目は何で来るか。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには4番福田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的に行ってほしいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなし。バッターボックスは5番ビシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトになっています。高めのボールセンターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。柳田が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。6回終わって1対1同点です。里崎さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。まあ、そうですね、終盤ですからそれだけにこの辺りで1点入ると非常に大きいですよね。はい、1点の重みが大きい終盤となっています。これが2球目。縦の変化球持ってきました。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。入った。ホームラン。勝ち越しのホームランです。ソフトバンクホークス日本シリーズという大舞台で大きな仕事をやってのけました。ドラゴンズ勝ち越しを許します。2対1になりました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。さあそしてベンチ前、最後にこのパフォーマンスで盛り上げます。右バッターだったんですがライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えてましたからね。この終盤でリードを奪われます。バッターボックスは7番今宮。ドラゴンズこの回勝ち越しを許しています。引っ張った。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は8番甲斐。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。ファウルになります。2球目打ちました。さあどうだ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスには代打のデスパイネ。2アウトになっています。最初は変化球できました。
印籠を見送っています。さあ3球目は何か、これは手が出ないか、ワンボールツーストライクです。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。2対1、ホークスが1点リードと変わっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。背番号20甲斐野が3番手としてコールされています。赤星さん、バッターとしてはなんとか先発ピッチャーに勝ち星をという気持ちも強いでしょうね。まあそうですよね、ここまで頑張って試合を作ってますからなんとか応えたいですよね。バッター陣はそのピッチャー、インサイド落ちました、破りました、センター前、先頭バッター出ました、ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあここでドラゴンズ代走を送ります。ファーストランナーは渡辺、長打でランナーが帰れば同点です。バッターボックス平田、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ストレート打った、飛びついて掴んだ、二塁送球アウト、これはビッグプレー、ランナーは変わらず一塁です。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。ああこれはしょうがないですよね、いいプレーでしたね。バッターボックスには代打の高橋、ドラゴンズ同点のランナーが出ています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、左中間へのヒット、見事起用に応えました。これでサードまでランナーが進みました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。バッターボックスには代打の木下。さあ面白い場面となりました。赤星さん、この一打同点の場面でカードを切ってきました。そうですね、まあここは確実に点が欲しい場面ですから、この起用に応えてほしいですよね。なるほど。さあファンの期待を背負って打席に立ちます。しっかり捉えた、抜けた、センター前に抜けます、中継にボールが送られる、同点、2対2、試合を振り出しに戻しました。ご覧いただきましょう、この一振りで同点に持ち込みました。わからない展開になってきましたね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。ここでさらにつなぎたいですよね。まあ彼は勝負強いバッターですから非常に期待がかかりますね。抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、二塁アウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。バッ
ッターボックスには2番京田。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。走ってきた、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めて、変化球打った、セカンドが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。7回終わって2対2、ドラゴンズ同点に追いつきました。これから8回ホークスの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号21岡田がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。これが初球、初球ボール、弾き返した打球はセンターへ、大島抑えてワンアウト。バッターは2番中村、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いやー痛いタイムリーでしたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。打ちました、サード取った、アウト、ツーアウト。バッターは3番柳田、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね、高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、福田が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。2対2同点です。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。加山がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。石川がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。ドラゴンズ同点で迎える8回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあそうですね、この回勝ち越すためにとにかくつなぐ意識で打席に入ってほしいですね。なるほど、さあどういった形で攻めていけるか。インコース決まった、届きません。バッターランナーは二塁到達、先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー二塁です。うまく打ち返しました、ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあドラゴンズ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越せば有利な試合運びができますからね。うん、そうですよね。まあ彼は逆方向にも打てますから、相手からすると嫌なバッターですよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。高めのボール打っていった、切りました、ファウルボール。次が3球目、サードライナー掴んでアウト、ワンアウトランナー2塁と変わっています。さあそして打席にはビシエドが入ります。
いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで勝ち越せばかなり有利になりますね。なるほど、そうですよね。さあ、2球目は何か。変化球打った、セカンド取った、一塁アウト。しかしこれは進塁打になる。バッターボックスには代打の郡司。大歓声を背に打席に立ちます。いやー、川内さん、ここは期待のかかる場面になりました。まあ、プレッシャーはあると思いますけど、ここを打てるかどうかで展開が変わってきますからね。そうですよね。さあ、ランナーを返すことに集中したいところです。さあ、初球は何か。まずはストライク。このストレートは入りません。3球目は何で来るか。インコース低めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。3-2、リードを奪いました。期待を裏切らないこの場面で勝ち越しに成功しました。まあ、期待通りの結果を出しましたよね。ここでリードを取っていきます。しかし、勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。バッターは7番平田。ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは1塁に向かいます。次のバッターは気合を入れてくるでしょうね。意地を見せてほしいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には8番の遠藤が入っています。初球は何で来るか。まず変化球決まってワンストライク。次が2球目。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。うちのボール球打っていった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかし、この回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。8回終わって3-2、ドラゴンズが1点リードとなりました。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、逃げ切りを図ります。里崎さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。まあ、もう本当に1球1球かなり外のボール打っていった。高い打球になった。ショートフライ掴んでアウト。バッターボックスバレンティン。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ワンアウトランナーなし。さあ、守護神マルティネスがホークス打線の前に立ちはだかります。2球目は何で来るか。いいところへ決まります。151キロ。変化球打った。ショートが抑えた。一塁送球、一塁アウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球はストレートから入りました。よく見ています。
ですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。ふわふわっと上がった、最後はファールフライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。これで対戦成績を2勝としました。赤星さん、3戦目からは敵地での戦いとなってくるわけですが、そういった意味でもこの2連勝というのは大きいですよね。そうですね、これでかなり有利にはなりましたよね。ただ日本シリーズは敵地で流れが変わってひっくり返されることもあるので、気を引き締めていきたいですよね。はい、その勢い、その3戦目でも続けることができるでしょうか。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように日本シリーズ第2戦はドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。プロ野球スピリッツ2019-2020年シーズン版、ご視聴ありがとう。よければ下のアイコンからチャンネル登録お願いします。ご視聴お疲れ様でした。